皆さん仕事が終わって、疲れた体でですね、宮の方に上がってきて、もちろん神楽の練習もしますけど、本当にたわいのない会話だったりとかですね、仕事の話とかしたりですね、地域のみんながコミュニケーションを取れる場所としてもですね、とても大切なことだと思いますし、秋祭りの神楽をですね、無事に収めることによって、地域のみんなの結束力とか団結力とかが高まっていって、また今田地域が盛り上がっていくことにつながっていけばいいかなと思います。大本神楽とは、神職による儀式前が保存された貴重な神楽で、石見の神楽の原型とされ、神様をお祭りすることで始まった神楽です。独特の囃子ですね、あと重厚な所作などもですね、大切にしていきながらですね、舞手と双鶴が一体となった神楽を目指していきたいなと思っております。